エスコンが本領発揮、庁舎お祭り開催。エスコンでシャウエッセンの6万本大盤振る舞い。8月10日はシャウエッセンの日、エスコンフィールドでは庁舎お祭りを開催します。さすが自前の球場だからできることだわ。殺戮時代にオハムが夢見てたやつ。去年はパリッとユニを配ったけど今年はシャウエッセン配るのね。それぞれの店舗がシャウエッセン使って独自メニュー出してるのかいいね。万波のシャウエッセンが欲しいです。確かに袋セットが400円くらいで1袋に6本やろ。市場価格で200万円分と考えたらマジで大盤振る舞いやな。こういうイベントがやれるようになったのは感慨深い。頼む京セラでも、いいな来年の交流戦松田でもシャウ祭りやらない？美味しそうすぎて金銭感覚バブルエスコンにいくら落としたんだろう。見てるだけでシャウの匂いがしてくる。シャウエッセンの魅力しかねえ。何食べようか迷う。よだれ出てきた。牛タンカレー食べたい。やっぱ茹でだよな。初エスコン楽しむぞ。さすが日本ハムやで。庁舎お祭りすごいホットドッグ3日間で何本食べれるかな。シャウまみれになってみたい。3日間の間に松本剛選手のカル57あらはやっぱり食べたい。自前球場でシャウエッセンを使ったメニューを出しまくる。これぞ自前球場を持った醍醐味でしょう。札幌ドームにいたままではこんなこと絶対できなかったでしょう。いいな絶対美味しいやつだ。食べたい全部食べたい。焼き貝や小屋さんのトウキビシャウドッグ北海道の食材満載。ミスタードーナッツさんのチーズドッグ絶対うまいやつ。韓国料理ラサンバさんのチクミチャーハン。シャウエッセントッピングどんな味なの？美味しいのは知ってる。シャウエッセンは無限。夢のようだ。シャウこそ正義。シャウしか勝たん。ファイターズしか勝たん。さあ日本ハムがエスコンに移転してファンや球団にとっても嬉しい企画が次々に展開されていますが、今回の庁舎お祭りもファンに期待に応える良い反応が得られているのではないでしょうか？ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。